しそうね。何のお祝いですか？天ヶ崎さんの誕生日なんだ。おめでとう。ありがとうございます。みんなに祝ってもらえるなんてよかったじゃない。はい、嬉しいです。料理も。ダメですよ、西野先生。はいはい、お邪魔になるから私たちはこれで。ゆっくり楽しんでくださいね。天ヶ崎もこんなことは年に1回あればいい方なんだから、しっかり食べるのよ。楽しかったです。はい、また来年も。
来週渡すから。うん、それじゃ後片付けは私がするから。悪いよ。珍しく直樹の言う通りです。土曜日の夜にみんなで作って体育祭で食べる。
竜も食器も集めなくちゃダメかな。うん、そうしようか。行ってきます。行ってまいります、おば様。で、話って？ふむふむ。それで、土曜日にみんなでお弁当作って体育祭で食べたら面白いかなって。お、面白いと思う。それじゃ計画は続行するね。何するんですか？今回は人数が多いから家庭科室を借りたいと思ってるの。あ、それなら全員入ってお釣りが来ます。材料とか食器がたくさん必要になるかと思うんだけど。それをカフェテリアから調達すればいいんですね。さすがまつりちゃん、話が早いね。いえいえ、ただカフェテリアの材料は段ボール単位で仕入れてると思いますから。無理しないで、できる範囲でいいよ。
がないと。野々原先生、今コーヒー入れるから座って待ってて。それで家庭科室の話でしたよね。嘘ついてどうするのよ。私たちも積極的に協力させてもらうわね。はい、もし必要なら私の車を出しますよ。